皆さんこんにちは、ケンです。本日はこちらの折りたたみ自転車を紹介したいと思います。こちらはですね、 K3 の動画とプラチナライト8の動画で行ってたと思うんですけども、まあ、初めて買った折りたたみ自転車になります。でこれはアサヒのアルブレイズっていう自転車になります。アルブレイズはですね、価格が安くて初めて折りたたみ自転車始めようかなっていう方にもおすすめできる1台となってます。それでは早速、少しカスタムしてる部分もあるんですけども、仕様を見ていきたいと思います。基本的にはこのアルブレイズ、この価格でほとんどがアルミを使っています。重さが約13キロぐらい。フレームは2つ折りタイプで、こちらで1箇所曲がるのと、このステムの部分でも曲がります。でハンドルの高さも変えれますし、当然シートポストも変えれる仕様になっています。タイヤはですね、ケンダの20インチのタイヤを履いてます。溝もこんな感じ、406規格 20×1.50 ということで、まあ、結構タイヤの種類は豊富だと思いますので、カスタムとかすごいしたいなっていう方にもおすすめですね。ハンドル周りはこんな感じで、まあ、がっちり固定しているタイプなので、レバーの位置だったりとか、グリップの位置は折りたたみ時に変えることができないです。かさばってしまうっていうのはあるんですけど、まあ、価格相応かなと思います。ブレーキレバーだったりとか V ブレーキキャリパーですね、これはどこの使ってるか正直分かりません。チェーンリングは52キーです。ここのクランクとかもアルミでできてます。スプロケットは 1132T でアセラの8速です。レバーはシマノのラピッドファイヤー式ですね。万が一のためにディレイラーガードもついてますし、ボトルケージライダーもついてます。最後にこの自転車どういう方に向いてるのっていう話になるんですけど、まあ、街乗りメインで乗る方だったりとか、あとは通勤通学で乗りたい方、そして車に積んでおきたい方とか、出先でちょっと乗りたいっていう方におすすめです。あとはまあ、自宅に駐輪場がない方だったりとか、賃貸とか多分あると思うんですけどっていう方だったら、まあ、家で折りたたみして保管すればいいのかなと思います。まあ、折りたたみ性能自体は V の字になっちゃうので、5万円以上の折りたたみ自転車と比較しちゃうとコンパクトさには欠けるかなとは思うんですけども、輪行メインじゃないよっていう方だったりとかいいんじゃないかなと思います。まあ、価格がお安いので最初の1台には非常におすすめです。アルブレイズも結構カスタムできるとこ豊富ですので、カスタムの1台にも選んでもいいのかなって思います。カスタムしてってったら、おそらくどうでしょうね、頑張って10キロ切れるかもしれませんね。この自転車はですね、福井にいる私の母にプレゼントするものになるので、私はあまり乗らないです。メンテナンスとかたまに実家帰った時に乗るかもしれませんけど、メインの自転車ではないです。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい。